下からの全三角締めの実演立ち姿勢の相手に、飛びつき全三角絞りを試みた、ブラジリアン柔術黒帯、マルコストレグロサ三角締めは、格闘技の寝技で使用される締め技の一種で、両足の中に相手の首と片腕を捉え足で締め付けることにより、内ももで相手の片側の頸動脈を、相手自身の肩で反対の頸動脈を締める技である。 行動館や国際柔道連盟での正式名は、三角絞り。IF 略号 SAJ。別名はサミ役松葉館松葉方、三角館トライアングルチョーク、松葉館の絞り。岡山第六高等学校高専柔道の金三谷、一米と早川マサルの稽古中に両足を二大松の松葉のように伸ばして、両足首あたりで組む形態、もしくは、 組まない形態で編み出した。早川ら当時神戸一中の数人の学生と、高専柔道の六甲の一宮勝三郎が、六甲 OB の高橋徳兵衛が用いた、ハサミ逆という技をヒントに考案し、師範の金光らが研究、改良を重ねて、実践で使えるレベルに仕上げた、というのが定説となっている。書籍、柔道大辞典では、原型は、足つまりは、 ヘッドシザースであるとしている。ノンフィクションライターの増田利也は、高専柔道で足はさみが禁止義だったからこそ、ルールの隙をついて生まれた技だとしている。行動間柔道では、足はさみは1951年の改正で、初めて禁止された。松葉が絡み、松葉方と呼ばれた。1921年11月に、武徳会兵庫支部主催の件、 下中学校柔道大会で神戸一中の首相、早川が準決勝戦で県立商業中学の首相、足立を決勝戦では三陰主犯学校の首相、沼田を立て続けにこの技で破って有効性を実証。その噂は遠く、四国にも伝わり、後には松山高校の岸川大事らがこの技に長じている。1922年には、 早川正が六甲に入学し、直後7月下旬に開催された第2本、武徳会主催の青年演舞大会で、六甲、六花会の選手として出場した、早川正が、壮大、大花会の田中忠に三段を寝技に引き込んで、三角に極めた。後に試合規定が変更され、寝技への引き込みが禁止されるきっかけの一つとなった、試合とも言われている。他校では、 三角絞りに対する防御法が研究、開発されたりもしたが、六甲の大先生賞や堀部道助らが、三角絞りに、さらなる改良を重ねてこの技を完成させている。書籍、柔道大辞典は最初は、関節には、相手の前方からの三角絞り。向かい合った相手の左腕を前に引き出し、自分の左膝裏を、相手の首にかけて、前に崩す。 首にかけた足の足首を立てた状態で自分の右足をかぶせ相手の肩と頭が抜けないようにする。両膝と頭と肩のある隙間を小さくするように持って行き締める。自分の内ももと相手の肩により相手の頸動脈が締まる。柔道や柔術の試合では相手の上着をつかむことで脱出を困難にすることが可能。締めは極まりにくいが両足を 左右逆に組む場合もある。ガードポジションから極めることが多い。別名性三角絞り、表三角絞り。2018年ブエノスアイレスユースオリンピックでの横三角絞り横三角絞りは仰向けになった相手と体が直角に交差するような形で相手の足側を向きながら頭と腕一本を両足で挟んで締める三角絞り。の頭部と右腕を 樹の左から鳥の左膝裏に、右足首を当てて、両足で挟んで締める。柔道ではこの技をかけたまま状態をひねり、臀部を床から浮かし下になった相手の頭部を押さえて、方丈四方型の横三角型に移行する展開も多い。木村雅彦が在籍した、拓大ヨが、高専柔道大会連覇の秘密兵器として、開発したもの。締めは極まりにくいが両足を、 左右逆に組む場合もある。尾形明はこの組み方を逆三角や裏三角と呼んでいる。尾形は一度逆三角に組んでから普通の組み方に組み替える方法もあるとしている。あと三角絞りは相手の背後から締める三角絞り。銃の頭部と右腕を鳥の右膝裏に左足首を当てた両足での三角で締める。完成した際の体勢の見栄えが良いため、 プロレスラーの橋本真也が得意技としていた。別名裏三角絞り、逆三角絞り。縦三角絞りは、樹と鳥が、頭部の向きが逆で正体して重なっての三角絞り。よく見られるのは、横四方型の基本型で抑え込まれた際に、下からこの技で脱出する場面である。締めは極まりにくい。横三角絞りから徐々にずれたり、両足を、 左右逆に組み替え一気に移行する場合もある。別名裏三角絞り。米海軍における三角絞りの一種肩絞りの実演肩絞りは両足を足首あたりで組んで、もしくは両足を組まないでの主に下からの三角絞り。全三角絞りの原型。両足をなるべく伸ばし、両膝を締めて締める。別名松葉肩、松葉間。 TP ジョークは肩絞りから両腕で自分の両足を抱え両手を相手の背中で組んで自分の両ももを締めての三角絞り TP とはアメリカインディアンのテントのことであるありがとうございます